し、アルタマンです。さあ、今日の動画は、結婚相手誰にする？ビアンカ、フローラ、デボラ。究極の一人を選んでいきたいと思います。まずね、この動画をご覧になっている方で、まだ結婚相手を決めていない方は、本当に直ちに決めた方がいいです。ね、ヒーロー育成はリアル時間を使って育てていくコンテンツなので、まあ、決めるのはね、遅ければ遅いほど、それだけリスクになっていくと。いうのは、まあ、共通のね、認識としていきたいなというふうに思います。それでは、それぞれの花嫁の特性、能力、まあ、スタンプなどをね、見ていきたいと思います。では、ビアンカから見ていきたいと思います。ビアンカはギラ系呪文の威力がアップする効果を持っています。ギラ系呪文といえばギラブレイドですね。攻撃魔力の2倍ダメージを与える強力なね、効果なんですが、まあ、現状を対応するのが、まあ、それだけと。で、まあ、ギラブレイド自体は、まあ、強化がね、もう終わっているというか、まあ、今、ね、第一線級の呪文になっていてですね、まあ、それがね、持っている方は、積極的にビアンカでいいんじゃないかな、というふうな気もします。でですね、あと、スタンプですね。スタンプがですね、非常に個人的には、まあ、スタンプアドバンテージが一番高いかな、というふうに思ってですね、この大丈夫、私に任せて、とかっていうのは、結構、このマルチプレイで、雫とか、いろんな強化とかをね、まあ高難度になりますけれども、まあ、自分がやるっていう時にね、私に任せてっていう風に、スタンプでね、意思疎通が取りやすいのかなという風に思っています。であとは3000のスタンプをね、これ、まあ、ボロンゴがいますからね。ボロンゴがセットで書いてあるってのはやっぱね、それだけでもだいぶこうスタンプのアドバンテージ高いよね、というような感じもしますし、またこの一緒に旅ができるねっていうのはもうね、これ名言ですよね。山奥の村で会う時の名言だと思いますし、やったらね、これもね、2万のスタンプで非常に育てるのは大変ですけど、まあ、このね、横にいる、キラーパンサーもね、めちゃめちゃ可愛いよねっていう、そういう感じですね。なので、まあ、自分個人的にはスタンプアドバンテージが一番高いのかなという気がします。まあ、ちょっとその一方でですね、ギラ系呪文自体にですね、あんまりこう将来性が薄いのかなというような感じがしてですね、3人の中で、まあ、スタンプとね、スタンプは最も使いやすいものが多いかなと思う反面ですね、ギラ系呪文にはちょっと、まあ、未来があまりないのかなという感じがしてますね。さあ続いてフローラを見ていきましょう。フローラの信頼度パネル、ヒーローの顔ですね、はメラ系呪文の威力が上がっていくというものになります。現状ですね、メラ系呪文の攻撃魔力2倍ダメージがあるものというのは、まあ、実装されていません、ね。まあ、無理やり使うんだとすると、まあ、超メドロワとかね、まあ、その辺になっていくんじゃないかなと思いますが、まあ、間違いなくね、このヒャド系とかのいろんなね、呪文の攻撃魔力2倍ダメージのもの来てますんで、間違いなく実装されるだろうと。まあ、ということはもう、こういうヒーローの覚悟が乗っかってくるということは、ね、まあ、来月とか再来月あたりに、メラ系呪文の攻撃魔力2倍ダメージのものがね、まあ、来ることはもう間違いないだろうということなんだと思います。で、あとスタンプの方もね、見ていくと、ね、頑張りますが、でもこれもいいですね。このフローラらしいというね。あとは、まあ、さあ行きましょうというのもあります。で、7000スタンプだと、まあ本当にごめんなさいと。これはね、結構回線落ちとかね、あとは雫かぶっちゃったりした時とかね、に、こう、使えるよね、という感じもします。で、中でもですね、自分がちょっと一番お気に入りなのが、このポースタンプですね。このポースタンプ、これなかなか、ね、いい感じの、まあどこでも使えそうな、まあ2万貯める必要はありますけど、まあ、フローラといえばポーだから、ね、まあ、非常にね、フローラのキャラ特性を体現したスタンプだなというふうに感じますね。なので、まあ、将来性はね、間違いなくフローラが、まあ、3人の中で、3人の中から見るとね、フローラが一番いいのかなという感じがします。それではデボラの信頼度パネル見ていきましょう。デボラはギラ系特技の威力が 5% アップしますということで、もうこれは本当に今ギラ系特技多彩な技ありますよね。まあロトの雷戦もそうだし、ね、今回実装された、まあ、地獄の烈装ですね、スタークの斧の技だってそうだし、ルビス、レガリアの奇跡ね、そういったものも全部ギラ属性です。なので、まあ、今をときめくギラ属性の威力を、まあ、上げてくれるというのは非常に強力なのかなと。
というふうに思います。でですね、あと、ちょっとスタンプなんですけど、個人的にはですね、あんまりこのデボラのスタンプ刺さらないんですね。さあ行くわよっていうのも、これマルスの出発とかには使えると思うんですけど、この負けでなるもんですかっていうのは、ね、ちょっといつ使うんだろうっていう感じはちょっとするんですけど、ね、あとは7000ですかね、私についていきなさいとかっていうのもね、なんかちょっとわかんないし、ありがとう、一応言っておくわね、ありがとうっていうのも、正直ね、感謝というのはちゃんとすっとこう伝えるものじゃないかなというふうに個人的には思っていますので、一応言っておくわねっていうのは、なんだろうなっていうね、ちょっとそんな気がします。なので、個人的にはね、はっきり言ってこれ完全に好みですけど、スタンプアドバンテージが最も低いというのがデボラと、その一方で、ヒーローの加護が一番強いのが、デボラと言ってもいいんじゃないでしょうか。3人の花嫁を紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。では私が選ぶのは誰なのかということなんですが、まずね、デボラさん、ちょっと申し訳ないんですが、一番最初に脱落ですね。正直自分は DS 版ね、やりはしたんですけど、そんなにやり込まなかったというかね、やる時間がなかったので、正直デボラに対する思い入れが、申し訳ないんですがないということになりまして、あとはあんまりこう個人的にツンデレキャラっていうのがあんまり好きじゃないので、ちょっとデボラさん申し訳ないんですが、黒髪はすごく好きなんですけどね、で、フローラはドラッグ A5 の RTA でもう毎度毎度ね、大変お世話になっておりますね。フローラと結婚するのは、もう、スーファミ版のドラクエ5の RTA をやれば、もう何回でもね、できるんで、ちょっとフローラもね、今回ちょっと、残念ながら、先行回という形になります。ということで、やはりですね、ビアンカしか勝たんのですよ。やっぱりビアンカなんです。ビアンカです。ビアンカさん、ね、よろしくお願いします。また一緒に旅をしましょう。ね。長い長い星ドラの世界の旅は、やっぱりビアンカと共に歩むべきだ。ということで、私が選んだのはビアンカでした。ね。皆さん、どんなね、花嫁を選んだのか、いろいろね、あると思いますけれども、ぜひね、私は何にしましたとかね、これこういう利点もあって、ね、フローラにしましたとか、デボラにしましたとかっていうのをね、コメントで、教えていただけたらなというふうに思います。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。